ジェントルメ、台風くんの影響で明日の仕事が中止になりましたわぞ。ニコニコの通知来る前に気づいた俺を褒めてくれや。ジェントルメ、一人カラオケ4時間半で時間切れでした。楽しかったです。お疲れ様です。オスオス、ブルーヤリですか？再走でしたっけ？夕ご飯何食べました？再走じゃないですよ。まだ走ってないです。夕ご飯は食べてないです、まだ。ゴン。第23くらいにランクインしました。こんばんは。完璧なタイミングやんけ。ぴったりやん。コメント少ないと成功するな。コメント多いと絶対遅れるからね。前の人の分数グルーブキいくつか走ってた気がしてたけど何種類あるんですかね。ブルーは3種類あって2種類走っててこれがラストですね。タイマー動いてない？お好きニキアプリのガチャ沼にハマってたら船がガチャでいいの出しててかな X。 頑張って妨害しなくては。ああ、タイマー動かすわ。ちニキチャートの書見えてない。はい。ごきげんよう。おしゃれなパスタのお店に行ってきました。お疲れ。腹の中がぐるぐるするヤリジェントルメ。カッパッパは逮捕します。にランクインしました。 そんな時は壁折れの粘いよ。ごきげんようですわ。こんばんは。豆乳を飲むと胸が大きくなるとここの放送で知ったので飲んだら腹がぐるぐるしてきたわ。どうも。こんばんみ。こんばんは。三人セイバスゲって世界相手に通用するかね。こんばんは。三人制バスケ、ね、初見です。コード部員の初とかが少し成功できるようになってきました。そうですか。ああ、これは男が膨らましてどうするのか。ショートソール買うにはないのか。こんばんは。こんばんは。何してたの？待ってたんだよ。こんばんは。大豆イソフラボンの作用が女性ホルモンの作用に似た働きをするから胸が膨らむ場合もある。異性へのアピールでしょ。実験やで。本当にそうなるか調べるには自分の体が一番や。そうなんか。頑張ってくれ。胸大きい女子大体大豆製品好きやで。イグノーベル狙いか。オスオス、こんばんは。こんばんは。オスオス、ジェントルメ、スゴプレイヤーがイキリサバ太郎にキレてるらしいっすね。フォロワーの納豆好きの女子いいカップあるって。豆腐ばっかり食ってる人もワンチャンあるのですか。あります。フロアってあなたの声が。マーリンシスベシボウ。少なくとも肌は綺麗なんじゃないか。そうなんだ。今日も離婚やるの？いや、わからん。さんが生きてたんだ。肌が綺麗な人は良いもん食ってる感じして好きだわ。
定バスケツイッターでエキリサバタロウ式とかつぶやいたら通常の2倍の人数に見られてて怖い。 X キリエゴサーチしてるね。おしゃれ、小腹が空いたのでシリアル食べよ。いいと思います。今日初めてねねっち書いたけど頭大きくて脳みそ大きそうで遠よさそうだった。それ自分のさじ加減じゃないか。胸も大きいぞ。オスオスジェントルメ、もうちょっと我慢して夕ご飯いっぱい食え。毎日書いていけ。書く前にアニメスクショとか資料見て観察した時の話。質問箱のパリした質問の写真貼ってなかったすね。あれ写真だっけリンクだっけな。どういうこと。日本語で質問してってやつ。ちみきの声が元気の源です。それはよかった。ジェントルメ、こんばんは。ちょっとよくわからんな。サリバーンとかコローとかをパリーしましたかの質問の答えが文章のみだったから。多分文章しか答えてないと思うけど。写真もリンクも貼ってないよ。たまに質問箱の画像出てないやつ。説明下手ですみません。はい。あれなんか出たり出なかったりするんだけど。君はナイトスクープとか見てる。あ、ナイトスクープ結構好きよ。一回送ったけど採用されなかった。コンルル、ライトスクープはね、俺と俺の父さんが。チミキってインスタご飯画像見るのが好き。結構見てますよ。どんなの送ったの、なんて依頼したの。すっごい美味しいレストランがあったんだけど、洋食屋さんがあったんだけど潰れてしまって、でどうしてもその味を。チミキはインスタで女子大生がナイトプール行ってる写真見てるよ。家で再現したかったんだけどどうしてもできなくて、でちょっともう一回だけなんかこう店長さんにアプローチしてくださいみたいな、そういう。感じで僕
送ったけど、まあ特に何も。普通に採用されそうな内容なのに純真、うん、インスタってフォローした人しかタイムライン流れてこないからさ。今再投稿してみたら、なんかその知らないあれは、うん、来なくない。今再投稿。広告が設定されました。累計ポイント数が400になりました。バラムスみたいな食材だったらいけたかもしれん。最近は見てないね。前結構見てたね。広告が設定されました。累計ポイント数が500になりました。今引っ越しの準備してるけど、小さい頃の写真でテクテクが溜まってます。ああ。電気大好き。何か変わった料理で有名だったとかならいけたのかな？まあ単なる洋食、なんていうのかな。古いアルバムめくりありがとうってつぶやいたのか？卒業アルバムは絶対見るぞ。突然の告白は女の子の特権。お？第3くらいにランクインしました。こんばんは。地味キゴリコン面白かった？面白かったですよ。オスオス地味キの生放送見ながら動画編集したよ。初見です。ここはリスナーさんの優しくていい放送ですね。突然告白するなら言葉の前後にモンモランシってつけて。モンモランシ。帰って。今日久しぶりにジム行って胸トレやってきた。ひどい。お疲れ様です。俺は家で腕立て。もうすぐ後半やるけど見ますか？もうすぐ。何の後半かわからん。モンモランシ好き。モンモランシだとくどくないか。さあイエスさあモンモランシイエスモンモランシ。筋トレって走る前にやった方がいいの？イットっていう映画じゃないですかね。ペニーワイズの地味の自撮り写真まだ上がらないんですけど。モンモ好きランシめっちゃくどくて草すまんやっぱり忘れて。いろいろあげてもしょうがないよ。弱点を晒すだけでしょ。イットか見てないから分からんな。地味の弱点は銀の銃弾だよ。そもそも自撮り撮ったりする？私あんま撮らないんだけど。いや撮らない。自撮りなんか撮ったことない。自撮りを気軽に晒すといざ指名手配された時不利になるからやめた方がいい。もうおすすめするピエロってことしかわかんねえ。ワイも撮らない。血の盾さん大好きです。撮り方がわからん。ありがとうございます。なんかそんな人多くない？最近どうしたの？瞬間に黒入ってきたけどまだ再装してなさそうだね。あ、今からです。みんな情緒不安定だね。備えあれば煩いなしやで。自撮りなんてデメリットしかなさそう。指名手配を想定するとは賢いですね。サメ映画は良い臓器に行き。イケメンならさ、イケメンなら自撮りしてもさいいけど、別にそうでもない人が自撮りしてもしょうがなくない？雰囲気イケメンにもなんか地道の本気に合わせて求愛行動を開始している。写真撮る顔じゃないっていうね。ね、両つべに投稿した動画サムネに文字が入ってると再生数が他より多い。やっぱ好きなんすね。そうはよ。てかあれがないとね、動画サムネに文字がないと何の動画か分かんないから。なぜ人の顔見て笑うんだい。何人とか見てると気軽に顔さらしてるやつが多いから震えるわ。
まあ別に悪いことしなかったら晒せばいいんだろうけどね。もしかして悪いことするかもしれんから。俺は化粧してマスクしてウィッグつけたら誰でもイケメンになれるぞ。昨日薬を飲み忘れて思ったんだけど、物忘れ防止の薬を飲むのを忘れたら嫌じゃない？確かに物忘れ防止の薬って。こんばんは、今日はジョーカーの映画見てきました。面白かった。なぜ笑うんだい？彼の顔は素敵だよ。化粧したのにマスクするのもったいなくない？よっこらボックス、こんばんは。ミキー今頭の中で男のブスを思い浮かべてみ。それ俺、誰の反感買うかもわからんしな。それ俺、薬のこと自体忘れるからセーフ。デブでハゲてたよお前。自分の顔が知りたければうちに来てください。どこにあるの？ハゲてないもん。住所晒すんですか？世の中部細工ばっかだからどうでもいい。デコ許可だ。初めてファミペイ使ってる男見たけど、全員に自分のスマホスキャンさせててグッソ時間かかってたわ。ダクソにやってるけどやっと終わりが見えてきたよ。岡山の実家しか知らないよ僕たち。瞳から住所特定して、手から指紋特定して。君どこ住みてか、声かわいいね。手から LINE やってる。 LINE やってるって。 LINE やってない人ってそういうのいるんかな。どうでもいいけど。あ、出た。割と周辺情報出してて危険だと思う。おるよ、オスオス。こんにちは。あ、俺は半分やってないよ、ごめんな。俺やってないよ、基本電話だからね。お、はい、用意スタート。あの犯人の執念すごいわ。似たような風景を Google マップで特定とか大変やろ。ガラケーにも夢あるしな。可愛い子で LINE やってないやつは 100% いない絶対。うん。君可愛いね、どこ住み？何歳？今暇？会わない？てかリネやってる？それ言われて嬉しい人いるんかな。あ、でもやっぱ嬉しいんか、可愛いって言われたら。なんやこいつって、そんなテンプレ言われたらなんやこいつってなるよな。よくわからんな。 LINE やってるけど友達っていう努力買ってないから使ってないわ。断るときは LINE やってないって言えばいいのか。あ、断りやすくしてくれてんのか、逆に。なるほど、気遣いか。やってるって言われてやってないって言ったらそうですかで終わるから。なるほど。笑っちゃいそう。イケメンに言われたら嬉しいんちゃう？超紳士やん。なんやこいつ？って思わない子を引っ掛けるんやで。はい。うちの高校の同級生が TikTok で可愛いって前話題になってたよ。水曜のダウンタウンのナレーションで聞いたんだけど、桐谷蝶々声優の声やばいよ、マジやばいよ。今なら Twitter でなんか言われてそう。TikTok とかやれるほど自分好きじゃないな。うははは。よいしょ。やってなかったらやろうよって言ってくるぞ。TikTok とか手出す気になったことないや、しょぼん。毎日同じようなことやってるけど、たまに精神的に不安定にならないの。オスオス、ゲットルね。五郎館の最終兵器っすね。言うほどみんな毎日違うことしているかっていうと、そうでもないんじゃない？ならないためにやってるんだぞ。ダクトが精神安定剤なんやで。 TikTok は可愛い女の子見るためによく開く。別に精神的に不安定になった時は同人誌の朗読してるわ。逆に同じことしてる方が安定しない。好きなことは大丈夫なんでしょ。ピクシブでオッケー。好きにやってみて。君は一人旅とかせんの？ TikTok はしこれる。一人旅なぁ。どうなんだろう。
方が面白い。将来の仕事は同じことやり続けたいなと思ってるわ。ちょっとやっぱ軽いかな。案外みんなボーバッとした毎日を過ごしてるんだよな。充実した人が吹き溜まりに来るだろうか。いや来ない。半後、ツイッターハウラーか女子見るために赤作ってる。俺と北海道ツーリング行こうよ。チニキはそんなことしないよ。ファイナルファンタジー12部案一人旅は楽しかったよ。私が大人になったら旅行行こうぜ。一人旅の良いとこは気軽にオリチャーできることやぞ。どうしよっかな。まあこうやって旅先のホテルでブーダラするの楽しかったよ。引きこもってゲームしてても裏垢女子のハッシュタグさかのぼると喘ぎ声も聞ける。あ、そうなんだ。南鳥島とかでオフ会しようよ。いや、それは嫌です。それこそ来週北海道行こうかな。4連休だしな。北海道はないにしても、北海道はないにしてもどっか行こうか。いいな。誰かと旅行すると食べ方がうるさいとかいびきがうるさいとかめちゃ気になるぞ。旅行よりいつもと違うルート散歩するのが楽しいんじゃ。4連休何も予定入れてなかったか。何も予定入れてないよ。とりあえずあのこれ4連休取れるやんけと思ってとりあえず利益を取っただけで、特に何も予定がない。北海道高いよ埼玉気なよ。どうしてないんですか。いいね。俺っちは祇園で飲んでこようかな。元気上にあんでお使いしない。ないにしても元気皆さんジェントルに台座やってたらエラー出て約5時間分のデータ飛んだみ。アドリエはしっかりやろう。ゆきみさんはね、まあ、ゆるキャン派なんで、4連休、来週またゆきみさん4連休取るらしくて、あいつめっちゃくちゃらで、それで1人で、理由なく連休取るのも楽しいから仕方ないね。予定なしにしてグータラするのが一番の休みの取り方だと。割とアトリエオートセーブないんすね。オートセーブないんすよ。すごい。エラーでデータ飛んだんか怖いな。兄貴に憧れてダクソさん、買いました。あ、ほんと？ガチキャン、リアルシマリンだ。ワイも聖域桜ヶ丘に行くみ。徒歩30分。いいやん。ゆきみさんアウトドアやな。でもゆきみ兄貴は天皇をお祝いするのに丸1日使うらしいし。まあ確かに。オートセーブないってのが昔のゲームみたいでなんかいい。うん。アトリエのクム見たけど胸 100% 勇気やね。アトリエはすごいですね。チッタキー、今日もかっこいいね。チッタキー明日仕事。明日仕事です。むしろオートセーブあると迂闊に動けないわ。ありがとう。胸にビーフ 100% の子もよろしくね。それやばいバグじゃ。お互い一切気を使わない中のやつと二人で旅行行った時はマジで気遣いゼロで楽しめてよかった。今日寒いね。寒いですね。寒いけどさっき走ってきた。走ってきた。ダンベルの一挙あるやん。こんにち。5キロ走ってきたんだけど、その後はなんか暑かったからクーラーかけてたわ。18度 でもはや扇風機変えようって話。てかもう10月も半ばやで。裸じゃないんでしょ。えらい健康的っすね。草。今日はね、朝起きてすぐ5キロ走って、でさっき筋トレして5キロ走ったんで18度8過ぎ。部屋の温度22度ぐらい。扇風機あればエアコンいらない説。アトリエでフリーズなんていつも通りでしょ。セーブを1000回以上するゲームがあるらしいよ。キミキ健康そのものやん。走りすぎ。 5km 走ってすぐ頭を走る強靭。キミキ健康的すぎない。いや、だから終了まであと5分になりました。長野なんて明日12度よ。なんだっけ、健康診断で不健康ですね。オフオフ、おじとるね。健康になる、健康になろうとして、それにちょうどいい機会な。明日の福岡の天気は曇りのち晴れ、降水確率 20%、 最高気温22度、最低気温15度です。延長しました。334分延長しました。毎日10キロ走れは。まあ5キロなら結構走れます。健康方針案、走ってゲームとか健康なのか、健康なのかどっちだよ。15度。まあまあまあ、てか最高が22度なんだ。冷房18度って電気代高くない。え、高いよ。いいんだよ。運動不足だったの。ちょっと運動不足でしたね、最近。なのでちょっと家賃ない分ね。なんならゲームの中でも走ってるからな。地道延長した。え、延長してる。食べ物ばっか食いまくりで冷房 27.5 で十分だったわ。マジで絶対毎日ダクソしてたら運動不足になった説。電気代は我慢してはならない。俺2キロも走れんかも。窓開けたらいいくらいでしょ。
して2キアタとマラソンで1日の6分の1くらい走りに当ててるね。寒くなってきたので平日はローラー練習に切り替えます。慣れてない靴で遠出をしてはいけない。ご飯。そういえば靴も新しいの買ったんですよね。走ったで負けすぎでしょ。そのおかげで今日は足の裏痛かったらぶっ倒れて保健室に担ぎ込まれたぞ。足の裏痛かったけどね、新しい靴やっぱ結構いいみたいで、5キロ走ったけど、キロ5分30秒ペースでいけた。エアーマックス。高い靴はマジカルって疲れない。足が前に進む。寒くなるとスプラでパブロ振るのがきついっすね。それあんたがすごいだけだろ。ちょっとデブ邪魔すぎる、邪魔すぎだろ。ちょっとやべえ、全然こう言ってきてね。クソデブが。いやマジちょっとコーナーで差をつけろ。すまんデブ。デブオスオス。ちょデブさんさ、おいでぶどけよ。ごめんなさい。満員電車みたいだ。おしくらまんじゅう状態じゃないか。あ、痩せろやお前らのせいやぞ。あ、どこでした。打点と失点、一つは攻撃範囲が狭い。おつくらまんじゅう、モンハンの卵運搬クエレイヤーうざすぎわろた。つくらまんじゅうとか。面相でデブは誇るべきことです。つくらまんじゅうとか。ウォツミさん絶頂してしまうじゃん。ガリガリたちのためにヘイト取ってるのにひどいデブ。こんばんは。こんばんは。おつくらまんじゅう、ウォツミやみき歓迎やんけ。ニコ生とツイッチの同時配信はどうやってますか。ですね、ニコ生は、OBS クラシック、OBS の古い方で配信して、で、YouTube は OBS の新しい方、OBS スタジオのやつ。で、OBS スタジオを 2つ起動して、片方 Twitch、片方 YouTube にして。卵とキモウジャ、あ、中央線は産業に一人は変なノイルっしょ。おつくらまんじゅうってあれじゃない、マシンパワーグー。マシンパワーまあまあですよ。マシンパワーよりもね、海鮮食うね、どちらかというと。おつくらまんじゅうってあのまんじゅうじゃなくて、大量のおつくらちゃんに魚住さんが真ん中でこう押しつぶされてるのをイメージして、わー嬉しそうだなという。中央線より京浜東北線と埼京線がやばいぜ。くさくさ、それ以外はいけない。深みの主教。いやそれは怖くないか。深みの主教を見てて、それを思ってたのか。それを思ってたのか。それを思ってたのか。兄貴今頃泣いてるよ。これには魚住兄貴もにっこり。おっくらの主教たち、死ぬ、これ死ぬ。イラストにしたら絶対フォローするやろ。そういえば大隅兄貴フォローしたら本当にタイムラインをクラちゃんで埋まってくさ。以上なら兄貴では。クキキキキ、おつくらちゃんに囲まれて甲骨の表情を浮かべる。誰かファンアートかけよ。地味気象の晩御飯はあごだし鍋です。最初からうどん入ってて笑った。11月4日に変身ベルト巻いてトイガラスイットライダーグッズもらえるらしいよ。それで途中でおつくらちゃんがデブに変わるんでしょ。でもまんじゅうボイおつくらちゃんもそれはそれで可愛い。可愛くない？トラウマだろ。あの人キャプションにおつくらって入れとけば何でもリツイートしてくれるよ。魚住兄貴をどう表現したらええんやろ。デブクラちゃんなんていないんや。海は嘘をつかない。バリエーションに豊かなおつくらちゃんを集めろ。シャドウにストレスおつくら誰か書いて。それは魚住さんってどういうアバターにすればいいんだろう。
14歳永遠の中学1年生 164cm40kg 組 14.87 お誕生日10月6日生まれ天秤座 A 型右利き岡山県角と尻尾が生えたおつくらちゃん魚積みやみきはデフォルトでフォロー時にリツイートの表示消すでしょ鶏17歳高校2年生154組44組組 18.6 お誕生日9月16日生まれ乙女座 A 型左利き千葉県出身鶏か私が格としたら魚積みやみきは半魚人にするわビーバービーバーもうじゃオスオスビーバー。ちみき誕生日いつだっけ？ビーバー半魚人ニワトリ。誕生日は11月11日です。11月11日。覚えやすくていいですね。顔だけ冷凍マグロみたいにする。特定した。特定されたし。ネームドリスナーズ館でも作るか。ポッキーの日。やめとけ。ちみきは血の盾を顔にすればいいけど難しいねんな。そうなの。あれこんばんは、ちみき今日も走ってて偉いね。こんばんは、ありがとう。俺も二次元の女の子にハマりてえな、はぐれくんでよいじゃん。ちみき私11月21日予定が同じやね。あ、ほんと、サソリ座ですか。オスオスジョーカー見てきました。どうでもいい図鑑作らんでもいいでしょ。そもそもおつくらちゃん書くのが難しいというか、ショートの紙書くの苦手。ショートネームド図鑑ってタワーやればいいだけじゃん。ちみきなんで絵に描いたような誕生日してるの？サソリ座の女。サソリ座の女。いいえ、私は。ワイもサソリ座や。サソリ座の女。ちみきあんまサソリ座っぽくないよ。そういえば誰か台風肉をじゃ食べた人います？お前、女だったのか？ワイは17日や。サソリ座っぽさって何ですか？やったぜ、投稿者。タワマン武蔵小杉。武蔵小杉中くすまみれや。ちみき女の子だった。サソリ座っぽさって何？サソリ座の盾ってどっかの悪組ありそう。尻尾生えてるとか。あ、尻尾。ゼロで草。そう。ハサミも欲しいところ。星座カーストの話？なんだよ星座カースト。なんだよそれ。あるのか。スコーピオンキングみたいのが理想やな。神里とかよくとだこなめくじ。星座カースト気になる。そういえば結局ウォシュレットに地名入れられた親父は背広乾かしてケツかばいながら帰ってきたよ。明日肛門会行くらしい。星座でマウント取るな。底辺は神座。重症じゃねえ。早い。お羊は何？魚座は不遇。水亀座って結構順位高くない？水亀座。ヘリ使いだくらいしかわりくっとらんやろカースト。お大事に。水亀座は俺の兄貴なんで。サソリ座って朝の占いで大体10くらい以下にされてるよね。偏見が過ぎんかそれは。結局二人の双子座が頂点なんだよな。ケツに地名とか入ってるだろ。ケツにでっかい地名。風の暴力。双子座は一人で何にもできないじゃん。魚座は早生まれで一番遅く生まれるから学校でスペック下げやすいからでは。双子座ってどっちが兄なんや？話題にならないくらい空気な牡牛座。セイントセイヤと結びつかないのは世代ですかね。俺の親父もしかしたら滝木の王の弟かもしれん。セイントセイヤのゴールドセイントランキング。俺の父さんが見てたけど面白くないって言ってた。ヤギ座はカーストでどのくらい？サソリ座の星座占いの順位いつも低いよね。早生まれは運動関係では特にハンデでかいらしいよ。ヤギ座は服装。ハンデは大きいよね。そうそう、早生まれは確かに小中学生で結構差が出るよな。小中学生の1年は。ヤギ座はエクスカリバーあるから、アンドロメダチェーン。最強はやっぱ獅子座なのかな。広告が設定されました。累計ポイント数が900になりました。読まずに手紙を食うやつはカースト低いわ。セイントセイヤは漫画見てたらほんと誰が誰だかわからんかった。稲妻イレブンで化身まとった時セイントセイヤとか言われてたな。闇は裏番長みたいなもんやろ。悪魔モチーフやし。ジェントルメイ、仕事ないから定時退社決めてきたよ。キムチヤゴだし鍋味にしたら椎茸の風味が口いっぱいに広がったよ。ああ、いいと思いますね。ちなみに今日の私の晩御飯の予定はアサリの酒蒸しとブリの刺身と冷ややっこです。昼が遅かったからまだ食べないんだけどね。
豆腐、チミキ質問していい？早生まれの弟に力で勝てなかった僕は一体、チミキ稲妻イレブン見れた？予定？まだ食べてないのか。冷ややっこ、坂口平安、和風でまとまってていいですね。定時退社をして残業してる人はおろう。冷ややっこ、ノルマ、遅生まれは運動面、知能面で負けることが多いから劣等感抱いてあまり伸びないことが多いって本で読みましたよ。4-7 月生まれがサッカー選手になる確率と 1-3 月生まれが教授資格取る確率で倍くらい差あるんだっけ。まとまってを読みながら寝落ちしてた、昼寝してたから、ちょっと、いないでは見てないけど。地味気速報、ラグビー日本代表28-21でスコットランド代表に勝利。初のベスト8へ進出。コットシリーズって面白い。コット、もう買ってみようかなって思ってるんだけど。MW は正直、微妙な出来な気はするよ。日本代表マジすごいやん。ただ、速報。FPS 入門するにはいいと思う。激オフは2機層。FPS 今までやったことないんだったら、コールオブデューティはいいかもしれない。単純な打ち合いが更新だったっけ？え、更新かどうか知らんけど。中学くらいは体格関連はグッソ差がつくよな。こんばんはサンチェックさん。こんばんは。今日じゃなかったような。速報、鳥谷系内野手、阪神を退団し現役続行へ。でもフプス初めてならコットいいよね。うん、フプス初めてならコットは結構。ワイフプスは万丈とカズミの大冒険にしかやったことないよ。地味気は単行本を読んでいるのじゃ。綿もてって木曜じゃないの。昨日の放送中にラグビー実況になったんだよな。そうですね。オスオス、ツイッチの広告で流れる e スポーツ専用ドリンクとかいうの謎すぎて草。そういやネットフリって最初30日間無料で見れるみたいだけど解約もできますか？母ちゃんもランブするよ。本当お父さんも普通だしお母さんも綺麗だし弟もかっこいいのに何でもこっちは。光ってそう。いつも思うんだけど雨降っているのか？なんで？野球とソフトボールで違いみたいな。鳥谷選手的には給料はどれだけ減らされても阪神に残りたかったのに引退を勧められて交渉決裂したらしい。屈伸やしたいうちはやられたらやり返すくらいでいると気にならないよ。最近世界的に栄養ドリンクは体に悪いことが指摘されてるよ。まあ悪いだろうね。単なる糖分の塊だからね。 e スポーツマジかよ。エロスポーツで使います。 e スポーツにエナジードリンクいらねえだろ。大して体を動かせねえ。E3ってとキンスが組むやってるやつか。長時間のプレイでも眠くならなかったり集中力が増したりしそう。最近ゲーミングおかしラックみたいなの発表されてなかった。ゲーミング、そう。ゲーミングおかしラックな。12,000円ぐらいする。1,000円か2,000円ぐらいでナフコに売ってるだろ。集中力が増すのかもしれない。ニトリとか言ってるよ。ゲーミングおかしラックスコ。ゲーミングおかしラック本当面白い。意味わからねえ。草。真っ黒に塗ってあるから多分塗装量だよ。真っ黒に塗っててね、かっこいいんだよ。ゲーミングおかしいかな。じゃあ、あれは面白い。ゲームでの糖分の補給という点で考えればエナドリもいいのかもしれない。かっけー。でもチミキレッドブルは飲んだら空を飛べる気になれるらしいよ。ゲーミングつけておけば効果でいいという風潮。それが売れるんだから安い商売やで。本当に売れるのかよ。ゲーミング何々ってつければ売れると思ってるんじゃねえよ。売れるんじゃないですか。そんな疲れてんならゲームやめろや。ナフコに黒いラック売ってるよ。売ってるよね。手使わなくてもいいようなパッケージングお菓子とかならさあいいけど。ゲーミングちくわ。ゲーミングまんじゅうを作ったよ。ゲーミングまんじゅう。ナフコってなんだ？ピカピカ光ってたら売れるよ。ああ、ナフコっていうのはね、九州かどうか知らんけど、西の方のかどうか九州なのかわからんけど。ゲーミングちくわは発行してる。こっちの方のホームセンターです。ゲーミング座布団も好き。ゲーミングコロッケ、チミキアペックスでチーターにポイント吸われて一生プレデターなれないよ。フレッシュフーズのチーターいるらしいですね。ゲーミングパソコン、ゲーミングヘッドホン、ゲーミングニート、ナフコ好き。フプスとか長時間やってると当分欲しくなりませんか。コーナンみたいなもん、カインズホームみたいなものですね。ナフコ関東にないのか、世界の果てにある店のことか。ゲーミング割り箸を作ったよ。これでゲームをやりながらポテチが食べれるね。ゲーミングチミキ。ゲーミング割り箸。すごい位置。とりあえずゲーミングってつけて。世界の果てで台を売る店ナフコ。ゲーミング冷ややっことか出ないかな。ゲーミングはともかくポテチとかの割り箸は真面目に買うか悩むぞ。まあいいんじゃない。多分
ポテチ用のトングもあるやん。多分説明が足りてなくて原作をやるべきなのよ。説明はなかなかできてないんだよ。ゲーミング割り箸、袋から食うからいらんな。ゲーミングポテチ用お箸、ゲーミング布団を作ったよ。これで毎日頭タイム更新可能なくらい頭すっきり。ゲーミング布団欲しいな。てかそうだ、俺布団買い替えよう。安い布団だからな。そうだ、ゲームしながらお菓子食べる。安いせんべい布団みたいなんだから。ちょっとポテチを事前にミキサーで粉末状にして水で溶かして飲めば効率的になると聞きます。ゲーミングエアコンとかないの？ないんじゃね。じゃあ前の布団ちょうだい。まず枕変えよう。食べる。枕はいや、枕は絶対買う。枕は今のが一番気に入って。良い布団とデカ枕で快眠をゲットしろ。ベッド買えば？いやベッド買えねえ。マットレス買おう。備え付けのがあるんですよ。屋根裏に布団あげといて。有能ってあれ原作と同じ感じだったの？やったー、チミキ布団ゲット。メルカリに出すから。ゲーミング移動機だったら加熱中に青色発光するヒーター付き容器で1万円くらいしそう。私今寝袋使ってるわ。アロマ炊いてない？家で寝袋使ってんの？せんべい布団ずっと使ってると腰悪くするよ。マットレスは適当なやつを挟むだけでもだいぶ良くなるよ。臭そう。それゆるキャンごっこしてんの？バイはマイ枕使ってるで、2万5千くらいでオーダーのやつ。オーダー2万5千マイ枕、すげー。ハンモックは？地味切り込みはどうでした？面白かったですよ。特別な頭蓋の形してるんですかね。言うのはカンナちゃん関連や異世界編はアニメオリジナル部分多いけど概ね同じだよ。小スペースで良さそうっすね。寝袋、確かに。今ワイは秘密結社ブランケットしてるよ。サメ寝袋欲しい。いいですね。確かに秘密結社ブランケット。枕買うときって悩まないか？実際に寝てみないとわからんし。枕は…寝袋蒸れない？そもそも寝袋はスペースとらないし足まで温かいしいいね。でも睡眠の質上がること考えれば2万5000もいいのかもしれない。まあ、だろう。毎日やろう。オリジナル成分もあったんすね。クンクンはどうしてすぐ食べられちゃったんですかね。ゆうちゃんにきはやくしろおうくとおう。離婚が面白かったっていう自認で草生える。コースと離婚のことか。私に飲めれるはず。いいえ眠れはしない。ここに面白かった。ゆうちゃんにでも僕難民キャンプありますか？今のところ難民キャンプない気がする。ああ、一応あれか、ボードゲームのやつが。何十年も使う可能性考えたら2万、変わりだな。あれ、スマホに10万、突っ込むなら布団に3万、だって突っ込めるやろ。あとゲームはクリア後にカンナちゃんの調査もアリミさんのグッドエンドあるくらいかな。アマプラで魔族見てください。他人の離婚なら面白いこともあるかもしれない。でもサイコロは男出てくるやん。魔族難民キャンプは星空だよ。敵もないのに分かれ合う。イキリサバ太郎に話まで見たけど面白いよ。原作でいやらし魔族ってワードをもう使うことがないと思うと悲しいわ。三つ星からあずにきはまだですか？マイ枕のオーダーは中身も補充してくれたり消毒とかも無料でずっとやってくれる。写真ちゃんにきは来年の春みたいですね。いつも寝袋使ってるから避難生活とかしてもいつもの布団で寝れて安心。というかサイコロは魔族とかの系統ではない感じだった。星空ガールズドロップ。写真ちゃんにきマジ？やったー。野心ちゃん2期はあります。あの唐突に出て唐突に食われた優の子はストーリーカットされてるの？こんばんは。リステ2期はまだ神？原作やってるけどタメ口嫌い。サバ太郎ツイッターでググったら草生えた。魔族スタンプがめっちゃ使いやすいよ。危機管理だけで永久に使える。街角魔族は原作買ってシャミ役を感じろ。ニコニコで見たけど大丈夫？ファミ通の攻略本だよ。あいつから言われるようになったのかって動画が面白かったぞ。寝袋って不意な出来事に対応できるように手足を出せるようにするべきだと思うわ。親父が土産に赤服買ってきたぞ。チミキも食べる？写真ちゃんが1500万持って逃げたぞ。言うほどタメ口ってそんなに気になるところ？結局シャミ子が悪いんだよ。入ってたってことでいいんですか？台風の時に危機管理スタンプが役立ちました。同じ空を見上げてる。地味企業フォロワーとモンハンやったけどこのゲーム飽きたとか全鱗いらねえとか終始言っててクソつまんなかったよ。お寿司屋来たんだけど目の前に蛇口とその近くにボタンがあるんだけど何のボタン？原作で言ってないけど原作者はシャミ子が悪いって認めたよ。殺せ。兄貴たちが8内の円盤買ったら2つ近づくからみんな買おう。ゲームで使えるシリアルコードもついてくる。リムーブしろ。草それはナイルやな。お手洗いボタンだよ。シャミ子が悪いんだよ。派原作者が知らないところで言ってるから言ってるよ。モンハンやってて空うろこいらないって言うならもうやめてええやろ。クスみたいなフォロワーで草。もうブロックしちゃえ。お湯出るボタンでしょ。アプリで課金しまくればいいんじゃないですかね。
手を洗うための蛇口だよ。加熱消毒だから肌が弱かったら気をつけて。マジで通話でゲームの愚痴言うやつとは関わんない方がいい。チニキオスオス、いないで見ましたか？小声、そのボタン押すと100万出てくるけど、5億、年何もない空間に放り出されるよ。でもすごいよね、なんかフォロワーと、昨日1回のクエストで人王の天輪さん連れて喜んでたのに、フォロワーと一緒にゲームするみたいな、なんか知らない人とやるんでしょう。すごいな。あ、でも俺もダクセやってたか、そういえば知らない人と。ようやろう。勇気あるよね、シャミコはもう誘惑してる悪い魔族だよ。チニキリスナーとやってたジャンブフ。でもここのリスナーやってるよね。いや、確かに。ユキミヤミキはリアル友達なの？チニキユキあるね。リアル友達です。ケイソ、チニキアペックスでリスナーとやってたジャンチの盾招待。アペックスもやってた。アペックスもやってたんですよ。アペックスもやってたね。そう言われてみればそうか。心のリスナー通話になると控えめになるから、まあ、言うてそれはある程度もうなんかワイは口悪い上に独り言多いから通話できないぞ。直す方法ない？桃が主役の桃太郎があるとして、シャミ子はアニ役で良いと思いますか？夏アニメの感想を待つか？え？アニメの感想を待ち望んでる人がなんかいるみたいだけど。でも僕知らない人と遊んでフォロワーになったり LINE 交換したりしたり、クスを交換したりしたぞ。すごいなぁ。そう、 LINE 交換とかまで行くのがすごいと思う。仲の良い相手とだけ通話しろ。よりだクソさん上手い人いるの？クスって何？ワイはいります。顔知らない人とゲームできないぞ。クソ、うんちだぞ。 X まで行く人もいるしな。チニキのフォロワーと同時に交換しました。でもチニキ令和810年にリスナーとオフ会もやってたじゃん。社交性極まってる。すごい、アクティブすぎるでしょ。社交性関数とかよ。妊娠させてありがとうっていうやつもおるしな。うんち交換会ってちょっと常識を疑うわ。ね、俺もなんか長いこと。アペックスは生放送行ってたまにお邪魔してるけど、一緒にやるためにフレンド登録すんの嫌じゃ。ごめん、だね。こないだここつながりで行った別の放送で通話はしたぞ。ふふふ、荒野行動でのおねしょたを許すな。嫉妬ではない。モンハン4の頃何人かのフォロワーはできましたね。セックス。長いことなんか、こうやって。やめないか。インターネットの世界に。フォートナイトは復活したの？シャミコの話してた時は綺麗だったのに一気に汚い話題になった。ダブルバイ。全知らん人と。ツイッターのフォロワーの人ともそこまで仲良くしたいって思わないや。ネット上こそ人とやり取りするの怖いわ。そういえば。しない方がいいよ。どうなんですかね。そんなんでよく生きていけるの？今思ったけど。いやー結局あれか。しない方がいいね。何かあってからじゃまずい。一昔前はネットとリアルは別のものだったからね。ここのコメントもやり取りっていうよりツイッターだし。対面人間。昔大津宮美希とやってた相互放送面白かった。正直ネット上はネット上だけにしておいた方がいいよ。今のモンハン切断流言ってたけどもう治ったん？ここにいるリスナーだって3割近く今服してないからね。俺は基本分けてるわ。モンハンの生放送に参加してディスコに誘われたの驚いたぞ。ボイチャした。でも2チャンネルの大規模オフとか憧れてたな。わかる。わかるわかる。ああいうオフ会とかってさ、昔、うわすげえなーって思ってたもん。俺は寒がりだから靴下は履いてるわ。マジ？服着てた数派になるわ。ネットで知り合い作りまくる人は頭のネジ外れてる印象がある。そうなの？私今下着だけです。ツイッターでコミケのブース住所交換した時点で暗殺は避けられないと覚悟してたよ。俺も今危機管理フォームだよ。あれよく行くよな。秋葉原で春日踊ってたやつな。大規模とかならまだ1対1はなかなか。暗殺は NG ではないですよ。Y も下着だけ。血の盾オフ会は引退時にやるらしいよ。引退時にやる。そうか。じゃあもう一回引退する。ボイチャが流行ったからこそ村との屈伸コミュニケーションがより楽しくなってる気がする。私今あなたの後ろにいるの。笑。そうですか。チニキはいつもオフ会してるよ。誰も来ないだけで。そうなんだよね、オフ会してるんだけどね。すっぽんぽんおらんのか。草生やすな。寒いんじゃない。数人の突発オフに軸来た時は驚いたわ。ええー。
ワイもオフ会参加したいからワイが福岡行った時に退職して、突発オフとか行くんだな。すごいな。オフ会も気軽にできる時代になったとは思うけど、まだまだ凶悪事件よくあるからな。地味に服着てる？人間じゃないのに。あ、最近ちょっと寒いんですよ。トンストトントントンストトントンストトントンスポンポン。リズムを刻んでケツを焼く。夏は全裸でしたが今は寒いです。俺はいつも離れた席で監視してるよ。私今あなたの中にいるの。トラブルにならないんですかね。まあならないようにふわっとしてるんじゃない。地味に毎日家でオフ会してるのに参加者霊人なのおかしいよね。ちょっと社交性を身につけないとダメだなと思いつつ、他の実況者とかともリズム感よくですこ。地味にはどう考えても人間じゃなくて頭デーモンなんだよな。霊人が参加、オフ会に行く時間とお金がない、海越えないとほぼほぼ会えない。そういえば友達もこっちオフ会とかしてたわ。小石さんかな。社会人になって思ったけど、オフ会で警戒される方の立場になったと自覚したよ。でも大学生の頃はやる勇気なかった。地域が出張するって時に博多駅に嫁ぐようにする。やめなさい小石。屋根裏民と床下民が解禁症だぞ。パソコンの中でメモリ食べてるよ。屋根裏民と床下民参加してたげて、屋根裏から降りてくと怒られるし、友達は選んだ方がいいよ。床下は浸水でダメージあるから、むしろ地域くらいが世間的には常識的だと思うぞ。メモリリーク許さん。お兄さんたちの尿道の中に石で切ろう。僕が友達の選び方を教えてやろう。じゃあワイは地域の出張に合わせて舞台で待ってる。あーもう逃げちゃう。尿道ではなく尿管が危ないんだぞ。火力あれだな。低いね。清水の舞台でしょ。ツイッターで知り合った相手なんて怖くて会えないよな。床下民と屋根裏民でキッチンを返したらいいんじゃね。近いし、まあまあ悪くないか。友達の選び方教えてください。そういえば木の盾リスナーってオフ会してましたよね。またしてたらしい。ツイッターでいつも吉追してる人が美少女だったみたいなことある。懸念の中ぞ。じゃあ放送終わったら冷蔵庫裏で集会するか。地方で何回か開催してたらしいな。じゃあ地域一緒にエラーした大山にヤジ飛ばしに甲子園行こうよ。それもいいかもしれない。オフ会そうしてない。この武器弱くね。弱いよ。北海道オフ会、コミケオフ会、兵庫オフ会だっけ。毒あるからね。腐ってる下昭和ね。北海道と兵庫でもやってたんだ。なんかコミケでもやってたんじゃない。西部の方が弱い。単価玉が楽しみだな。コミケオフとか基本30秒くらいしか会話してないけど、4人くらい呪文唱えた人いたんだっけ。オフ会すると掘られるから怖いんだよな。西部のお話はやめてくれねんす。兵庫オフ会は同人誌を私に言ってたとか。オフ会のたびにリスナーが一人ずつ減っているってマジ？掘られるのか。お尻に蓋をしてから行けばいいじゃん。基本家から出ないからコミケとかのリアル系イベント一切参加したことないな。そういうとこやっぱ行かないとな。町田帰ってこい。リスナーが1枚、2枚、家から出ろ。お尻に来たとは。みんな恥ずかしそうに言ってて面白かったよ。まあ、ミディールって割と練習とかしてるの。ミディールですか。いや、練習はしてないけど、そんなに。オフ会の時リスナーは、ある程度、ある程度。食べちゃいました。あれだし。グサ。ある程度は。一人ぐらい欲しいの。バレへんか。周知プレイを強制するとは、イベントに一定の人尊敬するは休み家から出れん。稲妻が闇を裂いて、俺を呼んでる。振り込みの合言葉は何だっけ。マッヘンマッヘン。食べた。
もしくはジェントルマン。そういうところ血抜きだね。ジェントルメまで言ってくれた人にはジェントル殺法返ししたよ。ジェントル殺法返ししたマッチンですの。マジか。ジェントルミー、トグロの息子です。なんだてめえ、恥ずかしそう。こんにちは。まだ写真ちゃんこん読んでない。ジェントルメ、悪嫁。読んだぞ俺は。ジェントルメの方が照れそうだわ。ジェントル殺法お返しいたす。ジェントルメ。横の席の人困惑してそう。割と安い気がするけど。地味機会に行かなかったの？わら、知り姉貴ばりに元気よく挨拶しろ。隣のサークルの人絶対こいつら何言ってるんだって思ってそう。でもイベントって恥ずかしがったら負けよね。でしょうね。楽しんだもん勝ちってよく言う。そもそもリアルで変チクリンなハンドルネームで呼び合うのなかなか奇妙。でもコミケの中だったらそんな気にもしなさそう。リアルでそう。リアルだったらさ、会った瞬間俺間違いなく本名言うと思うわ。あ、はじめましてなんとかです。絶対俺本名言ってしまうと思う。正面に骸骨置いて合言葉だって言って、ハンドルネームとか無理だと思う。優作です。どうもちみきです。僕はね、山、谷、みたいな、わかる、名詞作っておこう。血の盾です。圧倒もちみきです。はじめまして血の盾です。写真ちゃん本は原作とやってることほぼ変わらないけど、文にすると容器度マシマシで、改めてユリネやべえやつだなってなった。名詞出しちゃう。血のです。どうもちみきですって言わないと偽物扱いするからいいよ。血みきがいっぱいだ。確かに、3チェックです。ユキミヤに連れてきて代弁してもらえばいいじゃん。サンチェックって言われても、なんでユキミヤに連れてきてその場でうんこ漏らしてもらう。僕偽名や本名だから平気だぞ。オフ中に普通に本名言ってきた人何人かいるけど覚えてない。何の証明になるんだよ。自分もイベントのお手伝いに友達呼んだ時本名言われたし、実際に顔合わせるならハンではなく名前、名字って呼びたいし呼ばれたいな。代弁や代弁。やべえ、めっちゃダメージくる。本名で自己紹介しないで。君を君な。代わりに代弁はグサグサ。サンチェックめっちゃくちゃ生える、グサ。急に名刺出しても迷惑かもしれないし、先に履歴書送るか。そうですね、お互い履歴書を送り合ってからにしましょう。グサ、一目で血抜きってわかるような格好してもらえば。血の盾やミキを血のちゃん呼ばわりするのはグサ、うるさいですね。代弁が変な壺に入った。減らなくていいから。意味不明すぎるでしょ。代弁食うな、血の盾 T シャツ作ろうぜ。血の盾、つまり血の盾のコスプレをすれば名乗る必要がなくなるのでは。代弁が入るとは大変な。血のちゃん、うるさいですねばっか言わないで。代弁を壺に入れてどうするの。ちゃんと盾持ってって。血の盾のプリント T シャツ、履歴書はここにたどり着いたきっかけでも書こう。血の盾のお面すれば一発でわかるぞ。ダンボールのガンダムみたいにダンボールの血の盾を作れば。つまりユキミヤミキがいなかったら強いにミキがうんちするのか。血の盾作れ。1枚14万3000円となっております。ユキミヤミキとシミキとビーバーが感度3000倍になりながら代弁を塗り合う短編小説書いてくれ。シミキに貸したミンの代わりに代弁しといて。やっぱ火力あかんな。なんなら顔合わせるくらいならお互い本名伝えた方がネット上で名前バレしない抑止力になるかもしれない。実は紙粘土で作ろうと思ってまして。シミキ本人が行くのはいろいろ危険だから影武者送りなよ。デスノートみたいだな。ユキミヤミキの風評被害ひどすぎてくさ。まずは自分でプロット書いて、相手が本当に本名言ってるかわからないし、とりあえずチミキって名乗っとくわ。どうもはじめまして、安倍晋三と申します。でもいきなり知らない人からどうも何々ですって言われるのくっそ怖くない。だから本名をニックネームにする必要があったんですね。実際売り子だけにした方が安全。サンチョックとサンチャックが来てもわからないかもしれない。オフ会開いたら20人くらい地に来そう。先行操作しないと安倍晋三かわからないぞ。サンチョが来るかもしれない。普通にツイッター漁られたら本名出ちゃうし、もはやなんとも。いやね、サンチュックはニーチェとか来たらどうするの。4チェックさんはいないの。血の盾のお面していいですか。女性コスして売り子してたら手とか触られてトラウマになった。地に来声バレしてるからなりすまし難しそう。最近ビーム動画面白いのない。
ラグビーの解説が面白いです。フォロワーと会ったときこっちからもしかしたさんですか？って声かける。地域が20人いて3、チェックが1人だけいる。なぜ普通に助走しているのか。怖いって言うけど実際何かあることある？2チャーはいるかもしれないけど。まあ特に何もないと思うよ、正直。レイアン見てくるわ。地域オッツオッツ。じゃあ俺化粧していくね。助走は生き様だって聞いた。サンチェックさんは秘仏扱いされてそう。助走してた方が売れるからやってって言われた。チェニキって呼んだら反射的に返事しそう。影武者を見破る方法はアタをやらせることだよ。いつも君の声聞いてるよ、ニチャー。もしかしてあの木の盾さんですか？あの？ファントムが緑虫になったアニメってガーリーレコードでしたっけ？ネット上の知り合いはリアルであったら出してくると思ってるわ。オスオス、最近忙しすぎて全然見てなかったけど何も変わってないようで安心したぞ。ゴム手袋したら触られても平気ですか？女装は女にはできない最も男らしい行為だぞ。緑虫に刺されるぞ。刺してくるわ、ニキ。普段何やってんですかね。あれ、今日ははぐれのデーモンさんはご一緒でないんですか？あれ、最近男性の女装は珍しくもないけど女装は異常だよ、間違いない。バイはコミケに来る程度の人間の平均値なら倒せる自信つけてからコミケ始めたよ。オッスキ、ニキ、おっぱ触るぞ。いるよ、いますよ。いるよ。いるのか。映ってるで。オフ会参加者にスマホのホーム見せてもらって8枚インストールしてるか確認させてもらうね。うとぶってるよ。いるよ。今ないインストールなんて、いやコミケでちゃんと左にいるよ。チビデブハゲ油ギトギト野郎には触られたくない。愛を感じる。ファントムちゃんを緑虫呼びするやつは放送の放射裏に実際に会った時草。いや上やろ。左上にいるよ。すっごい頑張ってはぐれデーモンのぬいぐるみ作ろうかな。どうやって作るんだろうな。綿を詰めるのはわかるけど、フェルトとかでできるのかな。年上の後輩は8内やってないの？左上にハグレ君いるよ、かわいいよね。頑張れ、応援はする。できるのか。白心臓警部、やり方は。期待してます。死に切ってファンアート受け付けてるの？右上じゃん、何言ってんの？その場でアンスコしたら発狂しそう。縦の部分難しくないか？チニキのスタンドがハグレキミだよ。スタンド使いなら見えるはず。ハグレキミは無限に増殖する。まるで緑虫のように。ファントム兄貴はファントムの画像を見せて名前言わせてきそう。多分骨格作るために段ボールとか針金とか入れた方がいいのかな。なるほど。作るって手作りかそう。左右上下も兄貴俺のおばあちゃんみたいだ。リスナーに一人くらい裁縫できるやついるだろうし作ってください。サンディープリンターとかで気軽に作れたら良さそう。あったらいいですね。確かに。もっとも恐ろしい。縦はプラ板に印刷すればええんとちゃう。このハグレキミって誰が書いたの？紙粘土だと作りやすいんじゃない？適当。八内の偽がなはくんユーザーからも普通に偽がなはくんって呼ばれてるんすね。59歳で入社したら翌年に定年なんかな。粘土で試作しようぜ。ワイナミヌイなら得意だよ。ネネッチが作ってくれるよ。黒人肉アートなら得意よ。ハグレキミのこの推しか。ストリップアマゾンでファントムタペストリー買わせるからな。コッパ、最近ハグレキミには負けないの？いらない。コア、私消しゴムハンコ作成ならできますよ。いらねえ。誰かハグレキミに捕まれてオッツオッツ焦ってる木の盾書いてくれ。は？木の盾、業者の中継できる人とかいないの？構成さえあるなら作ってくれるでしょ。なんぼするかわからないけど。王子の尻に、腐れた粗末なものが、だがピリピリして癖になる。はい、俺の親父、はぐれくん寂しい思いしてそう。細くて長い棒状のものが、エビス姉貴が知り合いに業者いたような。リスナーにくっそリアルなはぐれくん書いてる人いなかったっけ。チェニキって人気生主なのに割とファンアート少ないよね。よほど人気生主じゃない。最近あの人来てくれないな。視聴者そうだね。腐れやりっても来てからぽっきり折れそうで怖い。X やりはお尻っく簡単な方なのかしら。やりはお尻っくできないね。王子の尻に何度も刺されて。ファンじゃないんじゃない、多分ファンじゃないからファン跡が作られないんじゃない。
生主ってファンアート届くもんなんか。地味の絵描くと伸びるよ。槍は突っ込むだけだからか。チェンチェンチェンボーチェンチェンチェンボーチェンチェンチェンポカッチカチェンチェンハマグリチェン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 ボーチェン。ファンじゃなくてストーカーばかりだから。あ、地味ってエッチなドム来たことある？このゲームで言われてるところ見たことないんだけど本当に壊れるの？人気だとは思うけどファンアート来るような放送か。何今の運ゲーは。心させ、俺は嫌われてない。主役の座を奪われ口数が少なくてもなお諦めずに住次郎と禰豆子の命を逃した隠滅隊の富岡義勇は慣れない雪山と鳥の疲れから格好に恐れへの服を着たメルヘン女に嫌われてると言われてしまう。すべての罪をかぶった水柱富岡に対して育てやおじさんの鱗滝が命じた責任負担の条件とは、ストーカーじゃないよ、屋根裏に潜んでるだけだよ。心出せ、なんだ今のリズムは。そうでしょ、地味の放送見てる人は写真ちゃんのファンアート書いたりしてるよ。チンチンチンボーチンチンチンボーチンチンチチンポカッチカチンチンハマグリチンチン。心出し、ファンアートもらってる人は女性がほとんどだと思う。チンポポーノーポコポコチン。草、業者じゃなかったら完成したんか。わら、草、よくやった、新しいの完成してて草。え、チンチンチンボーチンチンチンボーチンチンチンポカッチカチンチン。タケノコチンチン。心出し、草、支配らないよ。今絶句義勇さん書いてる、富岡さんのテンプレあって笑う。歌い手とか昔の実況者はよくイラスト書かれてたよね。育てやおじさん、そりゃそうよ、だって女性ファンが多いんですもん。ですもんじゃない、多いからね。こんなコメント打つやつらがえなんて書けるわけないやん。こんばんは。イケボによって女性ファンをたくさん呼んで、呼んでるけど、俺はインユメで女性を排除してる、排除してからのスタートだから。ここもお嬢様ばかりのはずですわよ。じゃあ俺のこけて皮むけた足の中指の写真送るね。お嬢様リスナーじゃあかんのですか？女性ファンが疑難に書くにゃんな。草、ここも多いですわよ。ラクスのあた動画にファンアートって難しくね。あ、そっか、私たちお嬢様ですわぞ。地味の絵描くことなったらラクスの装備書かないといけないから難しい。コメントを見てお嬢様は消えるんだよな。時間ができたらファンアート書いてみるわ。地ならししっかりしてますね。モンケフィルター成功だから居心地がいいというのもあるし。でもマッケンマッケン、言ってきた女性いたんでしょ？まずダクソやる女なんてクソしかいないぞ。センター多そうやな。我が輩女性リスナーであるぞ。いや、インユメのせいにするなよ、人徳のおかげやぞ。いや、最初から。それに、全然俺はイケボじゃないから、人が寄りつかないでしょ。俺のを見る理由がないから、女性が。にじみ出す混濁の意識、布団なる臓器の一気、湧き上がり、飲み下し、また湧き上がり、ぶちまき、眠りが浅くなる、解放してくれるザルの王女、大分動かない冷水人間、ちゃんぽんせよ、水で薄め寄せよ、血に尽くし己の酒力を知れ、対アルコール脱水 3%。 横作り、実際真面目な話女性リスナーいないの？オーディオインターフェース買ってイケボにしよう。イケボじゃないけど素朴だよ。インユメでおかしな人排除することに成功してますね。エコしすぎ助かる、マジレスすると人柄、かっこいいよ。声的に少し痩せてそう。雪見や雪にセリフ全部代弁してもらえばよいんだよイケボだから。インユメボイスで編集した時点でイケメンキャラクターとかるよね。お嬢様はいるよ、男性でも言ってしまうとないぞ。声気持って言って去ってく人もいたし、王女がザルだと安心して飲めるわ。出たわね。また雪見に代弁してるし、ちょっと、ちょっと、心ない初見リスナー、ピアノ、ニキミロイドに喋らせればいいじゃん、ピノシコ、代弁するな、クブ、他人、ピアノ。好き、俺を好き。初見です、声キモいですね、は笑った。でもリアルでも首の折れたアルパカみたいで可愛い声ですねって褒められたりしない？俺も俺を好き。それを褒め言葉と捉えません。気も少ないけどシコ、ニキミ大福シコ、声無理、じゃなかったっけ。褒め言葉だぞ。ユキミはミキ方言いっぱいで好き。ユキミさんはずっと岡山だから1時間は超えないやろ。ピノは箱入りのやつシコ。あるだって昨日言ってたね、写真ちゃんのピノ好き。チミキの声大好きだよ。チミキは動画から入ったから成功のイメージがね。やりますねー、やったぜ。チミキはまるで東京にいたかのような。今日これパス1、やりますねー、やりますねー、やりましたわ。今回はあっさりですね。割と早かったっすね。声やだ無理、尊いなら意味が逆になるのだ。腐れやりオッツオッツ、みー先輩のブエーってダミー声大好き。